はい、おはようございます。お願いします。なんか雨なんで、雨だとやっぱりコースも結構水が結構あるので、それになんか結構コンディションを考え組み立てながらラウンドしたいなって思ってます。わかんないですまあアイアンが得意で、アイアンが結構決まればなんかいけるんじゃないかなって思います。はい、おはようございます。お願いします。お願いします。調子最近はあんまり良くないです思ったような感じにいかないですでも今日ちょっと天気が雨なんで、とりあえずなんだろう、落ち着いて無理しないようにやりたいです。なんか天気に抗わないように、はい、いや晴れてたら思いますけど、今日はそれはもう考えずにやりたいです注目の女子ゴルファーたちによる1対1の試合、ザ・ヒロインバトルネクストバックナイン。初めてとなる今回は、昨年のマイナビネクストヒロインゴルフツアー年間ポイントランキングで2位、3位としのぎを削った涌井真由と里山リリの戦い。賞金30万円をかけた9ホールストロークプレーの真剣勝負。この日までお互いに対戦相手を知らされていない涌井と里山。失礼します。ういー、じゃあまさかのうわマジかやばいやつや。いやね、だと思ったよとか言ってみる。やるか、よろしく、ね、お願いします。お願いしますお互いに手の内を知り尽くした2人。果たして昨年のマイナビネクストヒロインゴルフツアーで激闘を繰り広げた2人の対決はどうなるのか。プロを夢見る選手たちの真剣勝負が始まる。注目の女子ゴルファーたちによる賞金30万円をかけた対決番組、ザ・ヒロインバトルネクストバックナイン。私は番組の進行を務めます、一ノ瀬の子です。よろしくお願いします。そして選手たちのプレーを見届けていただく方は、エースゴルフクラブを主催しジュニアからプロまで幅広くレッスンなさっているツアープロコーチの石井忍プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今ちょうどラウンドに向けて練習中の涌井選手と佐渡山選手ですが、うんね、2人はどんな選手でしょうか。マイナビネクストヒロイン見てくださっている方はもう全員 100% 知ってる、うん、もうあのネクストヒロインゴルフツアーの顔と言っても過言ではない、うん、2人とも複数回優勝してますし、うん、今年はあの沖縄で行われたマイナビチャレンジマッチで優勝してますから、佐渡山選手も去年ぐぐぐっとこう、ね、コンディション良くなってきて、で元々その、あの JJ の、ね、ナショナルチームのメンバーでしたから、はい、もう本当に実力はすごい2人ですから、そうですね、すごいバトルが見られますよ、はい、今回9ホールしかないということについて、はい、9ホールって、まあ、いわゆるハーフって、ね、はい、やつですけど、まあ、本当に短い、まあ、プロのトーナメントで言えば4日間で、ね、72ホールやるわけですから、はい、だから8分の1ですよ、ね、そうですね、コンちゃんの8分の1、はい、めちゃくちゃ短い。サッカーで言えばだからもうものの10分ちょっとで終わっちゃうぐらい。そうですね、早いでしょ。はい、早いです、ね、野球で言えばもう1回ちょっと1回もう持てるので終わり、もういい、もう、はい、十分伝わりましたありがとうございます、まあ、それぐらい
っぱこうガッとこう先制パンチですね、はい、先にやっぱり取っていきたいんで、はい、まあ、この2人のもう百戦錬磨ですから、うん、ここのこう駆け引きみたいなものも、うん、まあ、見どころかなと。とても短いハーフの9ホールで、はい、賞金30万円がかかってるということで、いやですからこれは9ホールあったらあっという間にどちらかにね、うん、30万いくわけですから、ね、時給的には選手は美味しいよね。あ、時給的に、ね、時給的には非常に、そうですね、はい、そして今回涌井選手のキャディーさんが武井ジョージプロコーチ、はいはいはい、で佐渡山選手のキャディーさんが、うん、吉本桃花さんの、うん、吉本ひかるプロのお姉さんということで、今回涌井のキャディーを務める武井ジョージさんは普段から涌井を指導するクラブデザイナーでもあるプロコーチ。涌井以外にも多くのプロゴルファーをコーチしている。一方、佐渡山のキャディーを務めるのは吉本ひかるプロの姉である吉本桃花さん。普段はひかるプロのキャディーを務めている。佐渡山と吉本ひかるプロが仲が良く、その縁から今回キャディーを引き受けたそうだ。選手も豪華だし、うんうん、キャディーさんたちも豪華なんで、はい、まあ、そこら辺のこうどういうやり取りするのか、すごい対決になるんじゃないですか。そういうところも含めてね、はいはい、名勝負になりそうな期待感がありますね。あります。本日あいにくの雨ですが、どんな対決が繰り広げられるのかとても楽しみです。それではこの後真剣勝負スタートです。今回の舞台は千葉県にある平川カントリークラブ。2012年度、13年度、14年度には日立スリーツアーズチャンピオンシップが行われた本格的なチャンピオンコースで、首都圏からのアクセスの良さと豊かな緑に恵まれた自然を生かしたゴルフ場だ。それでは石井プロの方からルール説明をよろしくお願いします。はい、涌井選手、佐渡山選手、ザ・ヒロインバトルへようこそ。対決見届け人の私から説明したいと思います。本競技はマーカー制を採用しております。お互いにマーカーを務めてください。はい、はい、ありがとうございます。じゃあこちら、はい、お願いします。プレー中、距離測定器の使用は可能となります。高低差は切ってください。プレーはノータッチ、完全ホールアウトとなります。使用ティーは白ティーとなります。また対決は9ホールストロークプレーにて行います。9ホール終了後にタイが生じた場合、最終ホールでプレーオフを行います。ただし今日はローカルルールとして、悪天候で競技が続行不可能と判断された場合は終了、最終ホールで競技成立とします。タイの場合はカウントバックということになります。それではお互いのボールを確認してください。キャロウェイの3番使います。スリックソン4番です。はい、それではコイントスでティーオフ順を決めたいと思います。表か裏。表で。表裏裏で、はい、いきます。裏、はい、はい、佐渡山選手先行のティーオフとなります。それでは素晴らしいプレーを期待しております。互いに握手をしてスタートしていきましょう。いいですか。お願いします。バチバチ、よろしくお願いします。お願いします。はい、それではスタートします。まずは1番ホール368ヤードパー4。このホールを攻めるセオリーとは。ティングエリアからずっとまっすぐ行って200、230ヤード地点から左にグーって斜めにドッグレッグになるパー4となります。で、左の林がせり出していて、本来左ドッグなんで左の林ギリギリに打ちたいんですけど、まあ、スターティングホールということもあって、まあ、体も温まってるかどうかっていうところも自分にこう問いかけながらしっかり左に打っていきたいホールですね。まあ、でも雨だしドライバーでいっか、最初だし。でもあの正面で230でも250ぐらいいくか。うん、あ、ティーがないわ。ティー準備してね。ドライバーでいくか。行かないもんね。ホヤはしないもんね。右サイドは結構危ないけど。結構いつも右に行くんだけど、ここ大丈夫。白で回ってる。うん。その前 ATP、うん、雨の中だった。よろしくお願いします。お願いします。
OK、うん、ナイスショットです。これ完璧。 OK、 ナイス、ナイス、お願いします。ちょいどこじゃない、緊張した。少しこう左ドッグしてるんで、そうですね、あの左のギリギリをグリーン、はい、左だからある程度距離出していかないと、確かにそうです、ね、次がちょっと狙えなくなっちゃうんで。なるほど、今の最高のショットです、ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。うん、OK。よし。お願いします。うん、ごめん。これもいいところですね。はい。さすがだね。さすがです。さすが。めっちゃまっすぐ行ったんだけど。よいしょ。珍しく。ナイス。フェアウェイ行ったかな、ちょっとラフかな、ね、ルール。なんかめっちゃフェアウェイ狭そう。ね、狭そう、奥。いやどうでした。いやもう、私ティーショット苦手なんです、一番最初の。あ、なんか緊張しちゃうんですよ。朝一のね。朝一のティーショットはね。さすがですね。さすが。やっぱり、二人ともね、優勝してるだけあって。いや、本当に。やっぱ朝一、どういう感じでスタートしていくよっていうのは、うん、もう、分かってます。そうですね、分かってます。素晴らしいショットでした、うん、測るのは、うん、あらっす。9ホールだから、はい、もう初日の朝一なんだけど、はい、最終日の朝一みたいなもの。確かに、もう決まるから、ね、これで P50 あ、8、9あ、9でいいよ。多分9、8とかやつで、多分9でいい。一応8持ってくるわ。うん、カムサムイダー6、7。 Yeah。 How many are? 151 7で6取ってちょっと登ってるか、155ぐらい。うん、左から行くわ。左行く、OK、はい、カートあるよね。はい、カート狙いで、うん、サブは、うん、向かってる。グラップ、すごい、いい感じ、ピン筋。おー、手前からナイス、出ます。ありがとうございます。ナイス、素晴らしいショット、ピンに向かってきましたね。セカンドショットはピンを攻めた涌井とピンハイにつけた佐渡山、どちらもワンピン圏内でバーディーチャンスにつけた。ネクストヒロインを牽引する2人のショット精度の高さを物語るような一打となった。すごいですね、緊迫感ありますね。ありますね。もうだからこれが1ホールワンショットがもう9分の1だから、うん、いやそうですよね、もうどんどん終わってっちゃうんで。いや本当に1ホールも無駄にできないですね。無駄にできない、9ホールで終わってしまう、あっという間、ね、いやこれ、この2人の対決見られるのめちゃくちゃいいですよね。いや、すごい楽しみにしてて、今日そう楽しみ、観戦の気持ちできちゃってて、うん、楽しい、参加したい、バーディー賞出したいそっちの参加ですか
かでしょ。そっちの参加なんだ。ピンポジ意識じゃなかったけど結構手前やったね。ね。まあまあまあ。うん。さあどうでしょうか。あ、うん、結構距離的に近い。佐野選手のしっかりピンハイ。そうですね。ラインまで来てるんで。二人とも同じぐらいだね。そうですね、距離的には、うん、まあ、どっちもどっちやな、どっちかも。私の方が遠いかな。私の方が遠い気する。うん、どっちもどっちやけど。いや、どっちもどっちや。佐渡山さんの方がちょっとだけ遠いかもしれない。ね、そうですよね。抜く？うん、いや、見る角度によってだね。見る角度によってどっちもどっちだ。そう、どっちもどっちだよ、うん、どちらもね、おそらくフックラインだと思うんですよ、うん、はい。佐田山選手も奥からの傾斜でフックだし、はい、あの枠井選手もセンターからの傾斜でフックだし、はい、どっちもねフックだと思うけど、どっちもまあ薄め、はい、ラインそんなにこうカーブはきつくないから、はい、来るんじゃないかな。痛い。どう読んだ。フックフック、うん、okay、下ってるから、うん、合わせていくわ、うん、本当に2人とも距離がね、同じぐらいのバーディーパット。ナイス。ナイスバーディーです。ナイス、ナイスバーディーです。よかった。キーはシャイ、いきなり、いきなり佐渡山選手バーディー。あれを見た若い選手のパットも気になりますね。入れ替えしたい、入れ替えしたい。若い選手はちょっと下りが入るかな。佐渡山選手よりはちょっと多分スピードは、うん、はい、ゆっくり打ってくると思います。はい、選手も、まあ、フックは下りのフックライン。うん、よっしゃ、ナイスバーディーです。ありがとうございます。ナイスやな。ナイスや、うん、ちょっと外れたと思う。入ったと思うんだな。ほんと下りの分、あ、とりあえずよかった。よかった。ナイス。ちょっとグリーンのスピードがわからなすぎて、そうやな、うちのような練習。二人ともすごい。ナイス、ありがとうございます。ナイス、ナイス。はい、え、すごっ、すごい。バーディー、バーディーですよ。熱すぎません、この戦い。いやいや、一ホール。いやいや、これはね、ハイレベルな勝負になるなと思ってたけど、いや、いきなりバーディー、バーディー。予想以上のハイレベルな戦いですね。え、いや、皆さん、今日大変な一日になりますよ、これ。すごすぎる。すごい、本当さすがだね。春雨が降るコンディションの中、見事なセカンドショットを見せ、速さが分かりにくいバーディーパットを決めた涌井と佐渡山。昨年からマイナビネクストヒロインゴルフツアーを牽引している実力を見せた一ホール目となった。ライバル同士、入れられたら入れ返すという気迫が伝わってくるようだ。お互いにバーディー発進で、この後も目が離せない涌井と佐渡山のラウンド。果たして賞金30万円をかけた勝負の行方は。次回のザ・ヒロインバトルネクストバックナインは5月3日金曜日放送。ぜひお楽しみに。